こんにちは、パタヤチャンネルです。今回は去年2月から1年間の全ての出費を大公開したいと思います。今回の映像はサードロードからセントラル通りに行きまして、ぐるっと回った映像になります。まず最初に毎月恒例になってます1月分の生活費から簡単にご紹介したいと思います。家賃は持ち家なのでゼロになります。水道代158、電気代345ということで、こちらの方はいつも通りぐらいの金額に収まりました。続きまして、自炊などのために購入した食費なんですけれども、1月はほぼ丸々1ヶ月ロックダウン状態でしたので、外食する頻度がかなり減りまして、今回このスーパー等で買った食費が大幅に増えました。普段あまり頻繁には行かないマクロという業務用スーパーなどに行ったりしまして、トータルで4293バーツとなりました。そしてお酒の購入代が1827バーツ、あと友達の家で飲んだのが627バーツ、ビーチでのお酒は禁止にならなかったので2回行きまして340バーツとなってます。そしてレストランで飲酒ができなかったということで、外食が少し減りまして855バーツとなってます。そして交通費なんですけれども、ガソリン代は4回335バーツということでいつも通りなんですけれども、バイクのライトを修理したのと、毎年1回あります車検が651バーツかかりました。そしてスポーツ施設も閉鎖されてたんですけれども、テニスコートだけオープンしまして2回やることができまして150バーツ、サッカーコートはまだオープンしてないためにゼロとなります。あと細かいものをいろいろ合わせまして、雑費という形で544バーツになりました。そして逆に一切費用がかからなかったのが携帯の通信費になります。D-TAC の SIM カード1年分前払いしてますので、電話代をチャージしなかった1月はゼロとなってます。そして珍しいんですけれども、ネット通販の Lazada で先月は一度も買い物しませんでした。結構安いので余計なものをバンバン買っちゃうんですけれども、ちょっと1月は我慢してゼロにしたといった感じです。ということで1ヶ月の費用をまとめたのがこちらになります。これらをすべて合計しますと、1月の出費は1万225バーツとなりました。日本円に換算しまして3万5900円ということで、ほぼ丸々1ヶ月ロックダウン状態でしたので、出費がかなり抑えられたんじゃないかなと思います。ではここからが本題になります。去年の2月1日から先月末までの1年間の費用を発表していきたいと思います。まず家賃の方は一切かかってませんのでゼロになります。で、教育費なんですけれども、無料期間が今年の9月ぐらいまであったみたいで、残りの足りない2ヶ月半分ぐらい3893バーツを支払いました。来年以降は通常に戻りますので、1ヶ月1350バーツ分を年一括払いするという形になります。そして驚くほど安いのが水道光熱費になります。まず水道代が1年間で1784バーツになりまして、月で割りますと149バーツでした。で、電気代も年間で4861バーツ、1ヶ月405バーツになってます。両方合わせても1ヶ月2000円かからないぐらいになってますので、日本と比べてもだいぶ安いんじゃないかなと思います。そして一番かかった費用が学費とビザ代合わせて6万400バーツとなってます。月で割ると5033バーツなんですけれども、今年の12月頃まであるビザの前払い代も含んでますので、ほぼ1年半の金額になります。続きまして、食費の合計が3万2205バーツということで、1ヶ月2684バーツになります。この金額にはスーパーマーケットで買った洗剤、トイレットペーパーの料金も込みですし、市場の食品、あとバンコクに買い出しに行ったものも含まれています。去年は特殊な年だったので自炊することが多かったので、こういった金額になっていると思うんですけれども、通常それまではこれよりもだいぶ少なかったんじゃないかなと思います。今後はですね、これが減るかこの現状維持か分かりませんけれども、余裕で1ヶ月1万円生活ができるぐらいの金額で収まってます。
続きまして、携帯の電話代と通信費の合計が3505バーツになります。月平均でいきますと292バーツなんですけれども、途中 AIS の200バーツで使い放題のものを DTAC の1年前払いプランに変更しましたので、10月分まで払ってあるのでちょっと割高にはなってるんですけれども、それでも日本よりもだいぶ安くなってると思います。続きまして交通費なんですが、年間で3707バーツとなってまして、月平均309バーツになります。でこれはガソリン代、ソンテウ、あとバイクタクシーなどの金額すべてまとめた金額になります。それとバイク維持費ということで、車検が650バーツぐらいプラス、あとですね、まあ、パンクしたりタイヤ変えたりオイル交換したりだとか、まあ、いろいろと維持するのにかかった費用になります。そして僕の中で重要なお酒に関係する費用なんですけれども、酒屋で買ったお酒の金額が 13,346 バーツ、1ヶ月 1,112 バーツになります。以前はブレンドソンペッハーって言いまして、タイのウイスキーを飲んでたんですけれども、ここ最近はタワンデーンというタイ焼酎ラオカオを買ってますので、だいぶ安く上がってるかなと思います。そして夜遊び飲み代が 22,867 バーツとなってまして、月で割りますと1906バーツとなってます。これらの金額にはバーで飲んだものやナイトクラブで飲んだもの、あとビーチで飲んだお酒とかも全て込みになってます。ただ去年はお酒を販売しなかった時期だとか、バーやクラブが閉まってた時期も結構長かったので、多分通常よりもだいぶ安く済んでるんじゃないかなと思います。続きましてスポーツ関係なんですけれども、4430バーツということで月平均369バーツとなってます。通常通りに戻ってた10月11月あたりですと月1000バーツ以上を超えてましたので、こちらの金額も閉鎖なく1年間できるようでしたらもうちょっと増えると思います。ちなみにこちらの金額にはサッカーシューズだとかテニスラケット、ボール、その他購入したものの金額は含まれてません。続きまして外食の金額が8502バーツとなってます。月709バーツという計算で、想像よりもめちゃめちゃ安くなってました。去年はかなり自炊する機会が多かったですし、あと外食でもおごってもらう機会も多かったので、驚異的な少なさになってました。続いてネット通販のラザダなんですけれども、18746バーツ使いまして月平均1562バーツになりました。購入した品数はとんでもない数を買ってると思うんですけれども、1個あたりの単価が安いのでこれぐらいの金額で収まりました。ただ電化製品とか携帯とか、まあ、そういったものを買うと一気に金額は跳ね上がると思うんですけれども、僕のイメージとしては買った数にしてはかなり安かったかなと思います。続きまして細かいものはすべてその他ということでまとめまして、17757バーツ1ヶ月1480バーツとなってます。この金額にはコンビニや市場で買ったものや毎月1回行く床屋や歯医者なども含まれてます。そして最後は旅行が2回 14,343 バーツということで、これも一応1ヶ月平均を出しますと1195バーツとなりました。ただこれも去年はだいぶ特殊な年になりまして、通常でしたら日本1回、オーストラリア1回、あとミャンマーに 1,2 回は必ず行ってましたので、その費用が一切かかってないということでこんな金額になってます。以上が1年間の僕のタイ移住生活にかかった費用になります。そしてその合計金額は 212,237 バーツ、1ヶ月の平均で直しますと 17,686 バーツとなりました。日本円に換算しますと年間で 744,000円となりまして、月で割りますと 62,010円となりましたので、いろいろあった年とはいえかなり安く済んだなと思います。ちなみに一番高いビザ代を抜いて計算しますと年間で 151,837 バーツ、月で 12,653 バーツになりまして、日本円で532,000円ちょっと、月でも 44,000円ちょっととなってます。やっぱりビザ代が結構かかってますので、リタイアメントビザが取れるようになればだいぶ全体の出費が減るんじゃないかなと思います。よく論争で1ヶ月5万円でタイなら生活できるかという話をする方いらっしゃいますけれども、
まあ、その人ができるかどうか分かんないんですけれども、ビザ代を抜けば結構充実した生活を僕は送ることができました。ただ一点注意していただきたいのが、この金額には家賃自体は入ってませんので、通常この金額に1ヶ月5000から1万バーツぐらいが上乗せされる感じかなと思います。以上、今回は僕のぶっちゃけた1年の総出費を大公開させていただきました。生活の仕方によってはこの金額でも十分満足できる人もいるということで、ぜひ参考にしていただければと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。